あそこ空がなんか光ってるんだけど。うん、色が少し違うよね。それにあんな空高くに転移するなんてないし。そうしてるのかな。アスナの表情がどんどん険しくなってきたわよ。ちょっとリーズ、でもとにかくその子を寝かせられるところに運ぶのが先ね、キリト君。初対面の男の人にお姫様抱っこなんてされてたら混乱するのはわかるよ。殴っちゃったりしても、まあそれはそれで仕方ないかも。でもなんであんな状況だったのか説明させてもらえるかな。このキリト君が空から落ちてきたあなたを助けようとした結果であって、特に悪気はあったわけじゃなかったんだよね。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ抱いてる時間が長いとかあったかもしれないけど、助けようとしたって本当。ここに来た前後のこと全然覚えてなくて。空から落ちてきたなんて言われても、はいそうですかって納得なんてできるわけがない。それにあんた学校からして怪しいよ。まあ前から思ってたけど、その上下のセットのセンスはないわよね。
私はかっこいいと思いますよ、キリトさん。そうね。でも前に来た血明騎士団のユニフォームも似合ってたよ。わあ、どんな感じだったのか気になります。キリト君さえ良ければ私がコーディネートしてあげるよ。あ、いいな、いいな。それだったら私もする。もっと違うキルト君見たいもんね。あの、服装とかの話じゃなくて。あ、いや、その服装も微妙だとは思うけど。あ、ごめん、そんな話じゃなかったよね。そんなもの持ち歩いてたら通報される。CM？ 攻略？そういえば、ここ、どこなの？76？ そう。ねえ、あなたさっき、ここに来た前後のことを何も覚えてないって言ってたけど。一番最近の記憶はわかるかしら？待って、私自身混乱しているみたい。もしかしてこの人記憶喪失？自分でも信じられないけど、ここに来た経緯も思い出せないし、その前のことも。頭に霧がかかった感じ。はい、でも変です。 ID の作成記録がないです。普通は初めてゲームをする際に ID を作成して、その ID でログインしてゲームをする流れなのですが、状況から考えると他のソフトからなぜかログインしてきたとか。ねえキリト君、しばらくは私たちの宿屋に一緒にいてもらおうよ。記憶もないし、 SAO にまだ慣れてないんだとしたら、こんな上層に一人で放り出されたら、下手すると生死に関わるかも。私はアスナ、これからよろしくね。名前は、それは覚えてる。浅田志乃。リアル？右手を、こう。何これ？シノン。
前みたい。シノンか。よろしくね、シノン。よろしく。気もするけど、ごめん、続けて。自分ではゲームを終わることができないってこと？終わらせたかったら誰でもいいからクリアしろってことね。おとなしくしろってことね。わかったわ。それにしてもさ、確かに放ってはおけないし、私たちで面倒見るのは大賛成なんだけど、可愛い子ばっかりキリトの前に現れなくてもいいのにな。まったくだぜ。どうして俺のとこには一人も女の子が来ないんだ？それはまあ、日頃の行いの差だと思うけど。あの人を助けるキリトさん、かっこよかったですもんね。キリトさんはもうちょっと、いろいろと自覚してほしいです。お友達はいいですけど、浮気はダメですよ、パパ。よろしく。